おはようございます。2003月11日、8日から2日間でドラムをしています。こちらが私たちがと思っている大部分です。今日は近くのバルコニーから撮影しております。こちらが皆さんの有名なドリームルです。こちらから見るようになっているということです。はい、こちらが私たちのホテルのプライベートビーチです。お父さんが今に泳いでいるプールです。また今1時間くらいですが、もう進歩などをしているプールがたくさんがいます。今日は朝が濃いだけなので夕方だけに戻ります。私はちょっと入れて、この建物では毎日ピョンシアンのドレジンダンスショーをディナーで5ルーブやっていますが、高いのでほぼ穴がというプロキサイズです。昨日はこの島の反対側に大会ビーチという名前のプライベートビーチがあります。1人65ドルの参加費を払って一日中楽しく遊んできました。魚が目の前で泳いでいるのをスノーケリングで見れるそうです。まさか隣でやるとは思っていませんでした。この景色が私たちの世界真っ正面の景色です。今日はこの辺りに大きな見えが見えるのではないかと思います。今日は一日いい天気になりそうでホッとしています。今日は私も大丈夫なのでこの部分に入って泳ぎたいと思います。泳ぐじゃなくて歩くな。向こうにはたくさんのプロフィキージが立っています。プロフィキージも何か秘密を持っています。後で特殊されています。